も本日はご来店ありがとうございます。今から、夜のコンサート、パート2ですね。前いつでしたっけ。去年の今頃でした。夏でした。去年の夏、なんかもっと、ね、暗かった記憶があるんですけど、ね、もうちょっと遅かったかもしれないね。8月ぐらい、あ、そうか、時間がにやらせてもらったんですけど、今回2回目ということで、あのバラード系の曲を選んで、バラード系じゃないかも。あら、最初にちょっとバッハを2曲やって、それからマンドリンのために書かれた曲をやって、でその次にあのちょっとポピュラーな系のソロで僕があの自分でアレンジしたやつをやって、で次ウクレレをやって、で最後にあのあれ伴奏、はい、CD の伴奏で、はい、あのポピュラーな CD の伴奏ね、あ、伴奏も、あの自分で作りはった、作ったやつを、はい、やりたいと思いますので、はい、あの ゆっくり聞いてください。あのスコーンもおかわりがありますので聞いてください。まず最初にあのバッハのね、バッハの無伴奏バイオリンのためのソナタとパルティータの中から、ソナタの1番の1曲目のアダージオという曲をやりたいと思います。これ全部やるとこんだけ分厚いんですけど、あの全部やってたら2時間ぐらいかかるので、まあ今日はちょっと麻酔で、はい、thank you.
ソナタの、ソナタだな、ソナタの3番の、まあ、多分言うともわからないと思いますけど、ソナタの3番の、ソナタの3番の、1曲目、2曲目、3曲目のラルゴという、こっちはちょっとね、優しい系の曲、今の曲みたいにあまりきつくないので、聞きやすいです。
同時に弾いてるんじゃなくて、これ弾いてからブルブルして、でまた弾いてブルブル、弾いてブルブルっていう時間差で、こう知らん人が聞いたらなんか変なことやってるわみたいな、絶対にねことやってるわと思うよね。時間差でこうやってるんですけど、はい、で次に弾く曲も、まあ、そういうのが出てきますので、月のセレナータという曲です。サルコリという人が作っています。今日は月出てないですね。曇りであれですけど。
結構夜に関係ある曲たくさんありまして、次はあの星空という曲、星空出ておりませんけど、ガラージェの星空です。前もやりましたね、ここで、あのこの、もう一人の人とね、やったときに聞きましたけど、ガラージェの星空。Thank you.
しましょう。もう時間が、あ、大丈夫ね。もう一曲、同じカラージェが作りました。前奏曲第5番という曲です。これは、夜にはちょっと関係ないんですけど、まあ、静かに始まって、静かに終わってね、こう寝てまいそうになる曲なんで、お楽しみください。
祭日やから、毎日始めないとね。ちょっと時計がね、ちょっと見えないんですけど、あ、次のコーナーに移りますね。すごい。今、まあ、よく用意してるんだけど、何も全然時間とか測ってなかったので、次のコーナーに行きたいと思います。星野源を弾きますね。星野源の、逃げるは恥だが恥ずかしいので、ここ濃い定曲でね、逃げるは役に立つ。逃げるは何ですか？逃げるは恥だが役に立つですか？すごい忙しい曲なんですけど、あの無理やりちょっとマンドリのソロでやってみたいと思います。
難しいんですよ。自分で楽譜をやっときながらすごくね、いや普通やとね、その伴奏ギターなりピアノなり伴奏がおってマンドリンってメロディー弾くんですけど、まあ、それをちょっと、まあ、無理やりね、こう一人でメロディーと伴奏のところをね、まあ、どこまでできるかいうのに、まあ、挑戦ということで、ね、見ています。もう一曲Bye.
ってなりそうなんで、うん、今日初めて弾いてみたんですけど、頑張ってみました。それから、もう一曲聴きますね。弾いてからタイトル言いますので。楽ですね。
きさはどうかな、大きさ一緒ぐらい、後ろが平べったいので、まあ、すごい軽いんですけどね。その番組のあのテーマのあの なんとなくというんです。Thank you.
ともとハワイの楽器なんですけど、なんかいろんな人がね、いろんなアレンジで楽譜作って、本当は若い人とか、なんかジャカジャカいろいろね、好きなようにやってますけど、なんとか、もともとはやっぱりハワイのそういうフラダンスとか歌とかの伴奏で、こう静かにこう、楽器やったみたいで、で、これが、まあ、そのコンサートウクレレとかテナウクレレになってちょっと長くなっていくんですね。これ長くなってここが幅広くなってこういう複雑なコードを押した時に鳴らせるように後からできたみたいで、でいろいろウクレレ楽譜買うんですけど、人によったらねすごいなんか嫌な楽譜がね弾きにくいんですよ。弾きに難しい割にあまり響かないような楽譜があったりで、あこの人いいわとかね、で、まあ、人によったらすごいもう音符スカスカやんかみたいな楽譜があったりしていろいろ迷うんですけど、で今から行くのが、ね、キャスさんっておるんですね。キャスさん、カタカナでキャスさんっていうウクレレ高知県の人なんですけど、本名あるんですけど本名忘れましたけどキャスさんっていう芸名で活動してるめちゃくちゃ上手い人がいて、でその人 の, アレンジで中島みゆきの糸を演奏します。CD の音源の伴奏で、くれればしまいますのでちょっと待ってくださいね。で連続して4曲弾きますので、楽譜をさっき広げとかないと間に合わないんですけど、5曲入ってます。5曲、あ、そうや、5曲や、あ、1曲はちょっと楽譜作って
作ってない。まず1曲目が、今流行ってますね、時代遅れのロックンロールバンド流行ってない、時代遅れのロックンロールバンド桑田佳祐で、うん、時代遅れのロックンロールバンドかな、うん、そして2曲目がチムドンドンのサンサンという曲です。3曲目は、仮面ライダー響きテーマソング少年よ。4曲目は、仮面ライダーブラックのエンドリングのロングロングアゴー20センチュリー。そして最後が、ちょっとブラジル系の南米系のマンドリンの曲で、ハエが飛ぶ、ハエの飛行っていう曲です。ハエですね、ブラジルハエいっぱいいますよね。ハエが飛ぶ様子を曲にしたい最後に連続していきますので、ちょっと待ってくださいね。きっちり合わせとかんと、iPhone でこうやって打ち込んでいろいろ作ってるんですけど、はい、それではお願いします。
じゃあ、アイアンコンピューターで。ね、おやつも作って、いろいろね、やりましたけど。ソンじゃないやつだ、ソロで弾く方がいいですかね。あのどっちでも、まあ、あれでもいいんですけど、あっちの方がいいですよ。知ってる曲の方がいいですよね。なんかリクエストあったら、言われたら、なんかワーのやつは、ワーのやつ。とりあえず20曲目いきますか。あ、ちょっと待ってください、ね。ちょっと短いやつをソロで弾いてからやりましょうか、最後に、ね。ちょっとあの時間あったらやろうかなと思ってたんですけど、あのちょっと季節外れなんですけど、あのペッティーネのクリスマスソングというのを、もうすぐクリスマスですからね。もうあと何ヶ月も。小さめの音がいいかもしれないです。Thank you.
ちょっと無理でした。まだちょっと1年半しかやってなくて、ちょっとやったろうかなと思って家で。ちょっと無理でしたね。まあ、次回、来年楽しみます。まだ無理。まだ無理です。あとね、あと3、4年ぐらい。50歳になった記念で、ね、時代を迷いに。まあ、ここあると思うけど。頑張って、ね、やりたいと思いますので、はい、ありがとうございます。